はい、どうも、ともと。ニシンです。今日はなんかなぜかニシンがすごい不機嫌なんですが、三鷹陸橋に来ています。まあ、三鷹陸橋で最初ニシン&ともの動画を撮影したことから始まったんですけども、この三鷹陸橋は、まあ、まだ正式に時は決まってないんですけれども、撤去されることが決まっています。まあ、ということでちょっとリバイバルバージョン作ってみようということで、来ました。はい、ちょうど挑戦がで、まあ、ここの歴史と、まあ、なぜなくなるのかについてもちょっと軽く説明していきたいと思います。それでは行ってみよう。ニシリンはね、下でゲームをやりたいので待ってそうです。なぜか今日ね、すごい不機嫌なんですよ。わかんないね。うん、そう、すごい不機嫌なんですよね。で、これはメトロの何系だっけ、07系かななんですけど、ちょうどこれがね、今三鷹駅に入っていきますね。ここはちょっと低速すぎて長いので、ちょっとだけ早送りします。で、ここは太宰治が今ここでね、富士山とかを見ていたということで、結構太宰治ファン、聖地巡礼の地としても有名です。あ、基本的にこういうのはね、この骨組みは全部ハイレールから作られています。わかりますかね。ちょっとわかりやすい角度に移動します。この上とかもハイレールですし、この下の支えも全部ハイレールで作られています。で、ここに止まる列車なんですけれども、基本的に総武快速線か、または新宿発のあずさの、まあちょっとね、休憩地として、ちょっと留置場としてね、使われてたりします。あと奥にはもう今レアになった0番台がいますね。ちょっと逆光なんで見えにくいかもしれないですけど、あの車庫の中です。多分分かったと思いますけども、このちょっとね、数年前まではバンバン走ってたのに、今は何編成かな、ちょっと何編成かちょっと今テロップで出しておきますが、これぐらいしかいません。びっくりだ。あと謎の上のね、これ、なんででしょう。何回来てもわかんないんですけど、これがありますね。あと、ここの線路だけ妙に太いんですよね。ハイレールが。なんでだろう。で、次は、ここの陸橋がなぜ撤去されてしまうのかについてです。ここの陸橋はですね、まあ、なぜ、撤去されてしまうのかなんですけども、まあ、見ての通りだいぶサビサビでね、こことかもうちょっと補強されてるんですけども、もう古いんで、もう老朽化が深刻ということで、管理費がめちゃくちゃかかるらしいんですね。で、その時に JR がもう管理費高いんで限界って三鷹市に譲渡するんですよ。でも三鷹市もそんなお金がないので、財政が持たないということで、確かね、年に3000万ぐらい管理費がかかると思うんですけど、それをちょっと負担するのは、なかなか難しいということで、撤去が決まってしまいました。あともう一つ、ここの撤去が決まったら、ここの三鷹駅南北の移動がものすごく大変になるのかという点については、この後紹介するんですが、もう少し三鷹駅寄りに、堀合地下道という、まあ地下道がありまして、そこはスロープもついていてね、自転車も通れる作りになっていて、まあ三鷹陸橋よりははるかに管理費がかかんないし、自転車も通れるということで、まあここの存在意義があんまりなくなってしまったという点が結構大きいですね。はい、ここが堀合地下道というところです。まあ、このようにね、ちょっと今ペンキ塗ってるんですけれども、典型的な地下道になっています。まあここの、まあ、ちょっと今歩いているところで、まあちょうど自転車が通行するという感じですね。まあ、確かにこっちの方がはるかに便利ですね。あとは地下道とかだとね、犯罪とかが結構多いらしいんですけども、ここはインターホンもあるし、防犯カメラもあるので大丈夫ですね。これですね、なんかあった時にこれをブートすということになっています。今、さっきも言いましたけども、ペンキ塗りたてでちょっと取れない部分があるんですけども、まあ、今上がね、うるさい通り、ここは上落ちの線が当たってます。今ちょっと狭いんですけども、普段は十分な広さがあります。はい、反対側に出てきました。まあやっぱりね、こっちの方が便利っていうのはすごくわかりますね。でもね、この堀江地下道の横も線路がめちゃくちゃ近くて、まあ撮影スポットとしては十分なんじゃないでしょうか。
あとジョイント音もいいしね、音鉄さんにはいいんじゃないですか。堀合地下道と、三鷹陸橋の距離なんですが、ちょうどあそこに見えているのが三鷹陸橋ですね。まあ200メートルぐらいかな、三鷹駅寄りに来たところに堀合地下道はあります。まあこっちの方が三鷹駅の駐輪場とかに近いんで、まあこっちの方がね便利なんじゃないかなと思いますね。正直まあそれはなくなってほしくはないですけれども、三鷹市がなくすのも無理はないという感じです。あとここね、先ほども言いましたが、あの電車が通るとき爆音ですね。はい、また三鷹陸橋に戻ってまいりました。まああとは適当に電車通過シーンやって終わりですかね。まあとりあえず電車通過シーンをどうぞ。これで今回の動画は以上にしたいと思います。まあ、あのカメラに映ってるんですけども、あの小さいね小学校2年生ぐらいの子かながね、あずさ来たあずさ来たってすごい喜んでてね、その光景がなくなっちゃうのはすごく寂しいなと思います。はい、まあ、ちなみにニシリンはね、はいどうもニシリンですしかまあ喋ってないですねなんか機嫌悪いんだよなあいつ。まあとにかくそれは置いてて、多分ねニシリン&トモで三鷹陸橋の動画をやるのは多分最後だと思います。最後って言ったら2回目だけど、こんな感じですねすごいはしゃいでるやつなんかすごい微笑ましい感じですけども、はい、これで今回の動画は以上にしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さんも三鷹陸橋ね、あの撤去される前に来てみてください。撤去直前は混雑もしなるかもしれないので、まあ、できれば早めに来たい方はぜひ来てください。今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。